単極モーターの作り方を紹介します。まず単三乾電池ですね、マイナス極の方にワッシャーをテープでつけます。引っかかるといけないので、テープは短めの方がいいと思います。あと反対のプラス極の方にはネオジム磁石ですね、これ電気通すので都合がいいですね。次は導線ですね。導線を曲げてぐるっと回して、輪っかは大小2つ作るんですけども、大きな方はさらにぐるっと回して、そこの、ぐるっと回ったところが支点になりますね。で押さえてるところが支点ですね。で長さなんですけど、適当にカットして、乾電池をね中にこう入れて、調整すればいいですね。多少ずれていても、曲げたりなんかしてね調整つくので、そんなに神経質にならなくても大丈夫です。次は、導線だけくるくる回ってるだと面白くないので、モールをつけてみました。ちょっと外れやすいのでね、しっかりこうねじるといいと思います。はい、今乾電池を通してるんですけども、そこのちっちゃい輪っかのところがね、ネオジム磁石にこう触れるんですけど、そこのところが接点が微妙で、あんまり触れすぎてもきつくて回りにくくなるし、広がりすぎてもねまた不安定になるので、そこの調整が難しいかなと。導線の中を電気がこう通るわけですけど、そこで磁界が生じるわけですね。ネオジム磁石が作る磁界との反発力で回転力が生まれるっていうものですね。今左手でフレーミングの法則をこう形作ってますけど、こういった勉強の理解に活用できればいいなっていう、そういう教材です。ちょこんとつついてやるとね、大抵勢いよく回り始めると思います。この支点のところがね、ちょっとずれちゃったりすると止まっちゃったりするんですけども、ツンとこうつついてやると勢いよく回り始めると思います。はい、結構早く回りますね。電池の消耗が割と早いので、そこのところは気をつけてください。これは別バージョンで、アルミのリングを用いる方法です。最初に画鋲ですね、画鋲を支点にするので、これをテープで先ほどのワッシャーの代わりだと思えばいいですね。電池のマイナス極の方にここで貼り付けてしまいます。これは普通の磁石なんですけど、ネオジム磁石じゃなくてもね、アルミホイルで周りを包んでやると電気通るので、そこの部分は電気ブラシの役割を果たすというものです。はい、アルミが寄ってると不安定なのでキュッキュッと押し付けてます。アルミホイルでリングを作ります。3回か4回ぐらい重ね折りにして、
してテープで留めます。鉛筆の先で画鋲の先が当たる支点を作っておきましょう。画鋲の先をそのちょっとへこましたところにこうかける感じですね、引っ掛ける感じですね。はい、回り始めました。先に紹介したあの銅線のリングよりもね、なんかエレガントな感じがしますね。じゃあ単極モーターは何でもあるかっていう話なんですけど、あのこれ単三間電池ですね。でプラスとマイナスがあって、これ導線なんですね。 CU ね、これ導線です。 CU 線、赤い線は導線ですね。そうするとあのプラスと普通にこう接触させればあの電流が流れるわけで、プラスからマイナスに向かうわけですよ ね。であのここネオジウム磁石使ってるんで、あのネオジウム磁石って電気表面通すんですよ。そうすると普通にここから電流流れるので、電流の向きがこっち向きであると。そうするとあの例 のフレミング左手の法則ですよね。電流の向きがこっち で仮にこっちが N 極だとするとネオジウム磁石ですね。そうすると磁界の向きがこっちの方に行きますね。ちょっとあの3次元なのでちょっと書きづらいんですけど、仮にこっち側に向いてるとしましょう。こうですね、こうですね。そうすると電流がこの中指で、視界が向こうだと、こっちの親指の方向、こっち側ですね、手前、パネルの手前の向きに、こっちが、ちょっとあの3次元的に書くのはちょっと難しいので、こちらに、まあ、電磁力が、力のつもりなんですけど、こう、働くとき、こっち側向きですね、こっち側向きですね。そうすると、この軸がですね、この導線の輪っかが、こっち側に、こう、こういうふうか左向きにこう回転するということですね。じゃあこっちがどうかっていうと、電流の向きは同じなんですけども、こうこっちですよね。だけど磁界がやっぱりこっち側に、この輪っかのこれ右の方のね、輪っかについてはこっち側に働くので、電流はこっちですけど、磁界はちょっと指やりづらいんですけど、こうですよね。そう、親指の向きがこのパネルに対して向こうの方になりますよね。ちょっと書きにくいんですけど、そうするとこっちの力とは反対向きになるので、やはりこうこの左の向き、この場合だと左の向きにこう回転していくと、ね、そういう力が働くということになりますね。まあ、教材としてはね、あの、まあ、フレミングの左手の法則と、まあ、電流とあの磁界が作る力とかですね、あと教材あのものとしてはね、こうネオジウム磁石の紹介なんかできるとちょうどいいんじゃないかなと思います。